はい、こんにちは、ニャンダル工房です。今回の動画は航空自衛隊 F2 戦闘機を作るの第97号をやっていきます。今後はコントローラーの組み立てですね。前回は見事に期待を裏切られましたからね、で、F2 の全貌、F2 と空自戦闘機、航空自衛隊戦闘機部隊のテイルマーク JASDF パーフェクトガイド、日本陸軍の航空部隊で、組み立てガイド、コントローラーを組み立てる1となっております。なかなか組み立てガイドのあるやつですね。で、ちなみに次回もコントローラーみたいです。それでは準備します。まあ、ちょっと準備はできたんですけど、パーツがちょっとでっかいんでね、ちょっと分けながら見ていきましょう。まずはコントローラーカバー1ですね。こんな感じでね、ちょっと価格に全然入らないんですけど、ランディングギアかな、アップダウン、キャノンかな、これあ、違うな、なんだ、まあ、アップダウンとフラップの動きとボム、ミサイル、マスターアーム、オンオフで飛行機っていう感じですね、なかなかいい感じのなし字というかね。まあ、このダミーのネジいるのっていう感じなんですけどね、まあ、そんなことで、まあコントローラーカバーの2ですね。これはなんか取り置きパーツになるみたいですね。微妙に反ってんのが気になるけど、まあまあネジを見したらまっすぐになるんでしょう。で、こうですね、全然映ってない。グリップパーツね。まあ、っていうか、パーツが飛ばない、動く。パーツが飛ばないようにとか言いながら、もうすでに飛び降り。出していきましょうかね。まずはこれですね、グリップパーツ4と3、要はジョイスティックみたいなやつですね。まあここになんか、ね、機銃じゃなんじゃがつくんでしょう。でこれグリップの基部3ですね。で、グリップ基部1、で、これがグリップ基部2で、これがグリップギア1で、これに、これがグリップギア2ですね。で、これがグリップ基部4で、チューブ、なんかの透明チューブですね。で、グリップ基板、そしてグリップパーツ1と
にですね。で、ボタン。ボタンがね、結構あるんですよ。ここへ。こんな3種類のやつと、あとこんな丸いやつね。で、あとはネジがいっぱいですね。こんなとこですね。今回台座とね、ブリスターが2段構えになっています。それじゃあ作っていきましょうかね。まずはコントローラーを組み立てるからです。グリップパーツ、こいつですね。これをまずは合わせるみたいですね。硬い、珍しいな、硬いと。これなら別に問題なさそうですね。そしてドライバーを合わせる。あ、これ違う。ちょっとドライバー持ってきます。続きをやりましょう。これは PWB ネジですね。全部で5つあるネジですね。で、グリップのここと開いて、こうしたときに、こうか、こうっぽいですね。で、ネジ止めですね。それにしても本格的な夏が始まりましたね。今のところこの作業場の最高室温は38度です。ちなみに今日は 35.6 度なんでね、知れてますね。すぐ入らんねんだけど。なんで入らん。熱穴が微妙すぎるんだけど。あ、入った入った。これね、確かに別売りでなんか。どうやんかな。スティックを、多分スティックを動かすと飛行機が傾いたりするみたいな専用の台座があったと思うんですけれども、別売りだったと思う。こうですね。あれはさすがに買う気にはなりませんでしたね。で、これにこれを取り付けると、これ置くだけかい。で、置いて、
これもはめ込み緩いバーでいいっていうやつですね。これって何なんだろう、材質。なんかゴムっぽい。万能接着剤で貼れっていうか、瞬着。うわー、これめんどくせえな。どうしようか。ダボに瞬間接着剤を流し込むか。じゃねえと、つかん気がする。この中に何かを組み込むとかいうことじゃなく、ほぼ、ハリボテの、ほぼというか完全にハリボテなのかな、これは。こうですね。で、ここの形状に合わせて、こう。こう。こうかな。こうですね。これも何接着性という。ああ、やっぱりそうなんか。やっぱりこれ構造上このグリップパーツ張りごてですね。残念ですね。これをこのボタンを押して音が出るとかいうそういうやつじゃないっぽいですね。非常にチャチー。そんなこれいらん気がするんですけどね。こうですね。お参りだ。で、次。次はこれね。これは接着じゃなく回転させられるようにって書いてますね。微妙に径が違う。これでこう回して楽しもうっていうやつみたいですね。こうかな。こうでこうっぽい。盛大なハリボテです。ですね。だからこうやって自分でこう動かして動かした気分になりましょうっていうやつですね。こうでいいかな。で、これですね。これに、これこの向きでチューブをここへつけて、これ多分渋みを出すためですね。で、グリップ4、これをここへつけて、ギュッ、はまれね。はまらんところは。こうですね。で、グリップ気分4、これか。これを、こうかな。こうつけて、で、グリップ気分4、どっちが表か裏か書いてないから、まあ多分どっちでもいいんだろうな。
で、ネジ止め、こうですね。まあとりあえず動く程度に締めとけばいいんでしょう。あ、一応ここのパーツですね、くぼみのある側がネジの方に来る向きではめ込みますよ。くぼみ、くぼみなんだ、なかったぞ。ちょっともう一回外、本当は外したくないけど、ちょっと外します。ちょっとくぼみとは、よいしょ、出っ張りならあるよ、くぼみないよ、わからん。まあ出っ張りを向こう側にしておきます。意味不思議。それは動けばいいから、こう感じで、ここからちょっと、箱じゃない、あれがでかいからな。これの四角の方を左側にして、これこうなって、こうなってて、どの穴に刺すの、トラブル、こっちかな、こう、でこれをここへ取り付けて、あ、間違えたでこさ、あ、どうしようかな、まあいいや、もう瞬間接着剤つけちゃったよ。まあ多分問題ないんだろう。熱いとね、判断力が鈍りまくりますから。なんか絡まりそうだね、キャッシュ。飛んのかな。まあハマってると信じましょう。
なんかゆる。ネジが効かねえんだけど、どういうこと？なんかすっげー空回りしてるような感じがする。こっちなんか完全にぐるんぐるん回る。はまってねえな、これ。なんじゃ入んねえぞ。穴の位置がずれてる。こうですね。で、この向きで、これをこうか。ああ、こっち向きで動くんか、これ。ああ、横なのね。はいはい。くわ、やりにくい。ちょっと暗くて見えないんだけどね。ここへね、4つ穴がある。ほんま見えんの、おい。とりあえずまずは仮固定しないと話にならん。入っとんか入ってねんかわからんな、これも。うう、入ってないわ。ああ、もう。くそ。暗すぎて見えない。まあとりあえずこの裏にね、4つ穴があるから、そこへネジをね締め込むんですよ。はい。だから穴位置が微妙にずれてんだよね。1本がはまらん。
そしてマジがネジが潰れかけてる。まあこれで限界だ。これ以上は入らない。で次か。いやね、これね、これをこの向きでここへはめて、まあ似たようなネジがね、今回いっぱいあるから気をつけましょうね。これをここへ、こうですね。で、10で組み立てたコントローラー97の17の手で図の位置でストップさせるとな。図の位置で向き的にはこうなる。組みにくいけどね、こうなってて、多分これをこっちに押し込むんだから、この位置だと思う。あのジョイスティックが前側に移動する位置っていうのかな。ていうかこれも作業がしにくいな。で、これグリップキーパー、おそらくこの向きで、これ凹凸がある方になってるから、これを向こう側にして入れるって書いてあるから、こうかな。はい、はい、よ、どこまで入れるんだこれ。ああ、ここまでか。はあ、ここら辺も分かりにくいな。で、この向きで、ここへ、もうちょい奥だな、これ痛い。クソ、裏が痛い。あ、入った。こうですね。で、残りの2時か。これをケーブルが下側になるようにして、こうかな。軽くはめて、ギアが噛み合うようにって言われてもな。どうなっとんな。8分か、これで。
作業性が悪すぎる、これ。穴が見え見えもんな。ここかな。で、これ。ネジを回せねえんだけど。どうなっとんな、これ噛み合ってねえんぞ、そろそろ。こう、これでか、いや、噛み合ってねえな。こう、こうか。締めにく見えねえよ。うわ、冗談抜けて見えんのんだけど。作業性が悪すぎる。大丈夫か、これちゃんとつくんか。決まっとんか、これ。じゃ、結構でも角度決まっとる。見た時に J んで、この切り込みの角度はここへ来る。で、ひっくり返してはめる。微妙に変な体勢でやれるか、腰が痛い。こうかな。こうみたいですね。で、多分まあギアは噛み合ってますね。一応見えるか見えないか分かんないけど、動かした時に奥のギアも回っている気がする。はあ、やっとできた。定価、価格に入らんわ。
見てどうなったの。向き的にはこうなる。これでこう。なんかおかしい、ものすごくおかしい。この部分が上にコントロール、上にコントロール、これ、合ってるよね。なんでこれの時は、アットンか。一応はこう、まあ、これがスロットルレバーだからな、これがスロットルレバー。おう、なんかできてるね、これね。ちょっとまあ、あれか、微妙にあの部分がくっついてねえから、ネジが緩いんだよな。出やごすぎんとはな。ネジが取れそうな、まあこれで一応完成ですね、今回は。まあ組み立てがいはありましたね、画角に全く入らんというのがね、ちょっとあれなんですけれども、こうですね、これで今後の反省ですね。まあコントローラーの組み立てがあとどのくらい続くっていう感じですね、だって残り98、99、100ですからね。100で F2 本体を全部組み立てるとして、98と99でコントローラー終わるんですかね。ちょっとそこら辺が分かりませんね。ということで今回の動画はディアゴスティーニ航空自衛隊 F2 戦闘機を作るの第97号でコントローラーの組み立てが始まりましたという動画でした、それではまた次回の動画で会いましょう。ニャンタの工房でした。